今のバッティングどうだったでしょうか。カットボールですかね、いやよくねこのあまり投げてないカットボールをねしっかり、さあこの回エンスを打ち崩せるか。右方向ライトへのヒット、二塁ランナー三塁を回った、ホームイン、アルカンタラライトへのタイムリーヒット2対0、清水アルカンタラ連続タイムリーヒット。いや今成さん、はい、いい感じに力抜けましたね。おそらく結構この野球界の不思議とかあるあるなんですよね。松本の初球打ち、三遊間破っていきました。3連続タイムリー、清水アルカンタラ、そして松本も5回の裏エンスから3点を取っています。素晴らしいですね。これやっぱ勝負どころっていうの分かってますよね。こういうところも見てどうしてもこのエンス投手からすると早く追い込みたいってなりますので、はい、まあ、でもボールとしては悪いボールではないんですよね。